8月も最後の週になりました、はい、夏休みも終わりに近づいています、ええ、一緒に勉強している5年生くんの宿題も残すところ、うん、読書感想文ということで頑張っております。あともう少しですね。はい、5年生くん弟がいるんですね、うんうん、で今年小学校1年生になったんですね、うんうん、ですから弟くんにも読書感想文の宿題が出ています。お、どんなことを書くのかなととっても楽しみにしています。楽しみですね。はい、あのですね、今は感想文を書く前に、うん、準備をするためのプリントっていうのがあるんですね。あ、そんなのがあるんですか。あるんですよ。読んだ本についてのいくつかの質問があって、はい、それを答えていくと感想文になるというね。あ、いいじゃないですか。もうフォーマットがあるわけですね。便利だなと思って、私学生の頃にですね、読書感想文って何を書くのだろうって、ね、思ってましたので。苦手ですよね、はい、このプリントは助かります、はい、読書感想文を通して本を楽しむ、本を読む楽しみ、うん、これを知ることができるといいなと思います、はい、ゴスペルレディオステーション、ゴスペルミュージックとゴスペルトークでゴスペルの楽しさをお届けしてまいります。1時間最後までお付き合いください。